じゃあ、振ってそうですよね。一歩ずつしか進めないっていうカルマを背負ってますけども、頑張って敵陣に入ったら、くるっとね、成り気になって、で、一歩ずつの投資が実って、金っていうね、結構いい駒に昇格するんですよね。まあ、このルールはすごいですよね。だから歩は無駄にできないなっていうことと、二歩がないっていうのが絶妙にゲームバランスを良くしてるなと思います。まあ、こういうふうにね、一歩ずつ進んで、 強い人間に蝶からさなぎへじゃなく逆かさなぎから蝶へみたいになっていきたいですねビジネスはでもそれが可能なんですよね一歩一歩進んでいって花開くみたいなね頑張りましょういってらっしゃい